り初め聞いた時は本当もう驚きばっかりで、もう実感がまず湧かなくって、全く、そうですね、まあでも12月に入って練習を重ねてきて、やっぱり主役の責任感とか重みをすごい感じてますね今は。やっぱり踊りも含めて、あの毎日どうやったら自分の理想に近づけるか、最後の最後まで研究していきたいと思います。初めて熟成からこう、そうですね、出てきたっていうのはすごい喜んでて、お世話になった方たちがたくさん本当にいるので、喜んでくださって嬉しいです。それが一番、初めてですもんね、結構緊張しますよね。そうですね、なんかもうどんな役でもやっぱり舞台に立つことは緊張するので、まあ、主役だからとか、あまり、まあ、関係ないというか、もちろんその責任感とかは大きいと思うんですけど、やっぱり多分緊張はすると思いますね。じゃあ今回、まあ、クララちゃんが主役にもなっていると思うんですけど、うん、まあ、子役、他にも子役の旦那さんいると思うんですけど、なんか子役ちゃんたちに向けて何かアドバイスか。そうですね、私自身は子役で舞台に立ったことはないんですけど、やっぱり子供のうちにあのバレエ団の舞台に立てるっていうのは本当に貴重な経験だと思うので、そうですね、そのリハーサルで学んだこととか、本番舞台に立って感じたことをこれから先も忘れないで大切にしていってほしいなと思いますし、あとはそうですね、今多分たくさんリハーサルを積んできてると、公演に向けてたくさんリハーサルやってると思うんですけど、もっとバレエを好きになって、たくさんお稽古を頑張って、将来に素敵なダンサーさんになってもらえたらなと思います。ちなみに主役が決まった時ってどう思われますか？なんかあの驚きもあったんですけど、嬉しい反面、なんかこう私でいいんだろうかという不安と、あとはまあそのこれからやらなきゃいけないことが結構頭の中にグワーってこう息流れてきて、なんかこう責任ある役をいただいてしまったなってい う、 こう責任感の方がこう一気に押し寄せてきた感じです。すごい緊張してる感じですか？まだその緊張ってよりは、なんかやることがやっぱり多くて、自分の中でもやることが多くて、もちろん先生方に言われることもまだまだ課題がたくさんあるので、なんかそれをこうこなすのが結構まだ大変というか、あのそのなんかもう少し後に緊張ってくるのかなって感じ。今は結構はい必死にやってる感じなので、その暇もない感じ。学校巡回のドン・キホーテをやりながらコンペトをやってたので、なんかちょっとその時期の方がやっぱり大変で、両方やるのが。でも今ちょっとようやくそのコンペトに少し集中できてるので、やっぱその分そのパートナーのリク君ともその練習がちょっと濃くなってる分、そのお互いの掛け合いが少しずつ合ってきた感じがして、これからもちょっとずつまた距離をこう縮めて息を合わせていきたいなと思います。私は3歳からバレエ習ってるんですけど、その初めての発表会でくるみ割り人形の牧バレエ団で言うとキャンディーボンボンの役にあたると思うんです。その曲でちっちゃい頃初舞台でくるみ割り人形を踊りました。本当に初舞台がそのくるみの作品で、すごい個人的にそんなに記憶はないんですけど、結構思い入れがある作品です。なんかそこからこうなんか途中のバレエ人生が始まった感じなので、なんかちょっとこう
思い入れがあります。そうですね、今年結構春から夏にかけて僕肉離れをしてたの でちょっとあんまりパフォーマンス良くなくて、でそれでお話いただいた時はだから間違いじゃないかなと思ったんですけど、はい、そうですね、体に気をつけて気を配りながら本番当日を迎えればいいなと思ってます。僕は幼稚園の頃であんまり覚えてないんですけど、当時一緒に出られてた男性ゲストの方から聞いた話で、僕が小道具のケーキを持って踊る役だったんですけど、その男性ゲストにいじられてこう取り上げられたりとかした時に何も言わずに悲しそうな顔でケーキを見てたっていうのが未だに言われて面白いエピソードですね。それがちょうどメルパルクホールだったので今回のなんか縁を感じています。キャサリンバレエ団、プロのダンサーがたくさんいるんですけど、プロでもその子役という役は一人もできる人はいないので、ある意味ではプロのダンサーにもできないことを任されていると言えると思うんですよね。なので、同じ共演者として作品を一緒に作っていけたらいいなと思います。僕昔から見ててマキアさんバレエ団 あのコールドバレエがすごい素敵だと思ってて、でくるみに限らずなんですけど、特にくるみ割り人形は雪のシーンや花のワルツのシーンで、大勢のコールドバレエが踊るのがすごく圧巻で見どころだと思うので、ぜひそこに注目してみてください。大学に決まった時はどんな気持ちでしたか？小さい頃からクララ役に憧れていたので、その夢がかなりとても嬉しく思いました。じゃあオーディション受けようと思ったんですか？私はこれまでも発表会でクルメ人形に出させていただいたことがあり、その舞台で踊るクララの方に憧れて、いつかは自分もクララ役で踊ってみたいと思ったからです。クララってどんな女の子だったの？純粋で優しい心を持っていて、大切なものは勇気を出して守ることのできる真の強い女の子だと思います。演じる上で気をつけてることとか難しいなって思うこととかあったりしますか？気をつけているところは、常に舞台の上ではクララという女の子をなりきるっていうことで、難しく感じるところは王子様との壁です。大人の人たちみんな周りにいっぱいいるじゃないですか。彼らの人たちと演じるにあたってどんなこと思いますか？普段は客席から見ているダンサー方なので、その方たちと同じ舞台に立てることをとても嬉しく思います。とリハーサルから本番までダンサーの方の踊りをしっかり見て、たくさん学んでいきたいと思います。最後に公演に向けて意気込みをお願いします。一生懸命リハーサルをしているので、見に来てくださる方々にクララの素敵なクリスマスの夢と冒険を楽しんでもらえるように頑張りたいです。クララ役に決まった時にはどんなふうに思いましたか？憧れのクララになれると実感してすごく嬉しかったです。どうしてオーディションを受けようと思いましたか？毎年くるみ割り人形を拝見させていただいて、自分もいつかクララを踊りたいなと思っていたので受けさせてもらいました。あなたにとってクララってどんな女の子だと思いますか？可愛くてその場を明るくさせてくれる女の子だと思います。今もリハーサルいくつかしていると思うけど、バレエ団の大人のダンサーと共演するにあたってどんなこと思いますか？憧れのダンサーの方々を近くで拝見させていただいて、綺麗だなって
いつも思っていて、私もいつかバレエ団の方々のように素敵なバレリーナになれるように頑張ろうと改めて思いました。応援に向けて意気込みをお願いします。可愛くて見ている方々が楽しめるような踊りができるように頑張りたいです。クリスマスが素敵な日になるように頑張ります。クララ役に決まった時どんな気持ちでしたか？とクララ役になれるとは思ってもいなかったのでびっくりしたんですけど嬉しかったです。どうして今回のオーディションを受けようと思ったんですか？と今通っているバレエ教室の先生に勧められてやってみたいと思いました。あなたにとってクララはどんな女の子ですか？何事にも興味津々で挑戦する素敵な女の子だと思います。クララを演じる上でそれ気をつけていることとか難しいなって思うところってどんなところですか？と体の向きとかお客さんに伝わるように踊るのが難しいです。あれだ、他のダンサーさん、大人のダンサーさんたちと共演するにあたってどんなこと思いますか？プロの方を近くに見れるのは初めてなのでとっても楽しみです。応援に向けて意気込みをお願いします。見てくださる人たちが楽しんでもらえるようなクララを演じたいと思います。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.